どうしたの、千里ちゃん。何か用？え？いや、まあ、ちょっとね。やっぱり変だ。怒ってるか。何か用なの、千里ちゃん。いや、用ってわけじゃなくて、見かけたから呼んだだけなんだけど。そう。教室でさ、雑誌の特集記事の話題が出たんだ。ほら、例の大災害があった木南沢村に住んでいた連中が起こしたっていう事件のこと。ああ、あれね。例の西高の事件も、日南沢出身の生徒が犯人だって噂がある。なんて話をしていたら、うちの高校の学区内で見たっていう奴が出てきてさ。それで。何を見たって？雑誌の写真に載ってる、魔除けの飾り付けをした家さ。噂があるけど特定できないから、どこかなってクラスの女子に話を振られて。お社様信者？うん、噂っていうか雑誌で見た話なんだけどさ、そこに書いてあったのよ。日南沢村のお社様信者が住んでいるって地域が。嘘、
それってうちの校区じゃん。本当なの？実際に見た人もいるらしいのよ。例の魔除けがある家を。あ、それ俺も聞いた。それに西高の事件も雛見沢の出身のやつだって話だぜ。え？あの教室で刃物を振り回したって話？あれも雛見沢だったんだ。まさかここの生徒にもいるんじゃない？おいおい、ちょっと待ってくれよ。ねえ、君吉さんに東堂くん。二人とも家の近くでこんなの見たことない？この校区って噂はあるんだけど、場所が特定できないんだよね。これだけ怪しかったら見れば一発でわかるんだけど。東堂くんはどう？それで、なんて答えたの？なんて答えたの？大事なことなんだ、ちゃんと答えて。俺は知らない。くだらないし興味ないって。何しやがるちさ。ちさ、あんたそんなこと言ったの？夏美の前でそんなこと言ったのか、アキラ！佐藤、まさかお前も？千里、お前何を知ってるんだ、教えろよ。おい千里。なんてば。おい、約束して。え？約束して。これを聞いても夏美のことを嫌いにならないって。あの子は、夏美は本当に優しくていい子なんだって、最後まで信じるって。
佐藤。夏美が前に住んでいた町は、雛見沢の隣町の沖の宮ってところ。そして、あの子の家は、雛見沢に関係があるって、私は思ってる。アキラも、何か知ってるんだね。この前、君吉を家に送っていった時に、見たんだ。変な人型や、気味の悪い締め縄とかを飾りつけて、壁いっぱいに経文のような文字が書かれてあったの。なるほどね。君吉に、雛見沢の話、あれ以上聞かせたくなかったんだよ。それに、話が進めば、クラスの連中の誰かが、君吉の家に疑いを向けるかもしれないと思って。アキラ、あんた絵は上手いかもしれないけど、話術はさっぱりだね。俺、君吉にひどいことを言ってしまったのかな。普段のあの子ならそうでもないんだろうけど、ナーバスになってる時にはちょっときつい言葉だったかもしれない。私、夏美と話してみるよ。それで、なんとかする。千里。うまくできないかもしれないけど。いや、うまくいかせる。それで、元通りになったら、アキラ君、あとは任せたよ。え？え？じゃないでしょ？あんたが彼氏になって、夏美の防波堤になってやれって頼んでんのよ。いい？わかった？わかった。今度こそ俺は、間違えたりしない。約束する。それから、今の話、タマコにもしてあげて。あの子、夏美の様子がおかしくなったこと、本気で心配してたから。頼んだよ。わかった。佐藤ちゃん。え？痛いんだけど、話してくれない？ああ。で、何の用なの？
ああ、うん。最近夏美元気ないからさ。今日はタマコ誘って三人でまた町にでも行こうかなって思ってさ。悪いけどいい。今日用事があるから。じゃあさ、明日は？ほら、明日は土曜日だし、結構時間があるでしょ？おう、そういえば、明日は夏美、介護センターでバイトだったよね。明日は車呼ぶから乗っていきなよ。ね？電車で行くより早いし、それに。うるさいな。聞こえなかった？うるさいって言ったんだけど。夏美？はっきり言って鬱陶しいんだよ。顔見るたびベタベタしたり、つまんない冗談言って自分だけ盛り上がってさ、あんまり慣れ慣れしく話しかけて勝手に友達面しないでくれる？こっちにも都合があるんだからさ。何言ってるのよ。夏美、あんた自分の言ってることを分かってるの？私たち友達でしょ？友達が慣れ慣れしく振る舞ったらおかしい？そりゃ、私はやりすぎて変なところもあったかもしれないけど、だからって。だから、友達？誰が？どうして？夏美、じゃあさ、友達なら何を言ってもいいの？友達なら何をしても許されるの？便利だよね、友達って。友達、友達、友達、友達。質が走る、ヘドが出る。自分のために相手を踏み台にして楽しむようなやつの何が友達だ。笑わせるな。いい加減にしなよ夏美。私がいつあんたを踏み台にしたって言うのよ。私はね、私は初めて会った時からあんたのことを気に入ってた。困っている姿を見ると助けたいって思った。本気で。ありがとうって感謝されるのが嬉しくて、ごめんねって言われても全然嫌な気になんかならなくて、頼ってくれるのが嬉しかった。だからますます好きになった。今だって。最近だって、夏美が勉強とか受験で悩んでる時は、会った予定全部放り出して、あんたに協力したでしょ？それでうまくいったって喜んでくれた時は、すごく嬉しかった。あ
アキラに告白された時だって3人でお祝いしたでしょ。私はね、アキラがいいやつだって知ってたから、幼馴染だったから。あんたがあいつに惚れられたってことが、私自分のことみたいに良かったねって本当に。なら大学を選んだのも私のため？え？千里ちゃん、陸王大行くんだよね、たまこちゃんと一緒に。東堂くんが行くって知ってて、私の時は合格は難しいからやめとけって邪魔しておいて。邪魔なんてしてな、しただろう。何を言って、私を最初から東堂くんと引き離すつもりだったんでしょ。知ってるよ、クラスの子から聞いた。千里ちゃん、東堂くんのこと小学校の時からずっと好きだったんだって。何度も告白しようとしたけどうまく伝わらなくて、その度に落ち込んだんだって。ドジだね。違う。で、突然転校してきた私に取られたもんだから嫉妬してたんだよね。告白記念って言いながらすごい目で睨んできて。気づいてたよ、教室の外からずっと立ち聞きしてたんだよね。で、街で散々私のこと田舎者扱いして、バカにして。悪かったね、田舎者で。少しは気が済んだ？そんなこと、私は全然。した。絶対にした。私は知ってる。お前は私をバカにした！何を心配して、何が私のことを考えて。結局お前は私に自分がどれだけ偉いかを見せつけたかっただけなんだろ。ああ、可愛いって言ってたよね。それって単にペットとして可愛かったんでしょ。だからペットが自分の好きな人を奪っていったのが許せなかった、そういうことだよね。でもおあいにく様、私はペットじゃない、人間だ。お前の望むままになんか生きてやらないし、いつまでも騙されていると思うの。私はあんたが雛見沢のことで悩んでるって思って、それでん？誰から聞いたのそれ。Thank you.
そうなんだ。知ってるんだ、私のこと。ふーん。心配してるんだよ、本当に。私、もしかしてあんたも変な事件に巻き込まれるんじゃないかって。だから。で、それを誰に言うの？先生？クラスの子たち？それとも東堂くん？見損なうな！私がそんな奴に見えるってのか？うん、見えるよ。信じられない。お前は私を裏切った。一度裏切った奴が信じろって言って、誰が信じるって言うの？夏美。話はそれだけ？つまんないね。これ以上は時間の無駄だから。違うのに、私はあんたを。